そこまで行くのにこっからなんと4時間23分179キロ。いや、もうゾロゾロとみんな出てくるよここから。以上になってくるともう恐竜の時代だからね。おはようございます。日本一周75日目となりました。ありがとうございます。何がありがとうございますかわかんないけど。さて現在は奈良県に来ておりまして、奈良公園に向かって走っていきたいと思います。さあ本日はあいにくの天気でございます。で今日は奈良公園、東大寺など回った後、和歌山に向かって走っていきます。一応、まあ、天気次第にはなってくるんですけど、三段壁などそこら辺結構その自然の絶景が密集しているところがありますので、そちらを見に行って新宮に向かっていきたいと思います。新宮はもう三重県との狭間って感じだね。で新宮に行く理由は熊野三山という由緒正しき神社が3つありますので、そちらを明日ですね回っていく予定でございます。いやそれにしても今日あったかかったな。朝ちょっと今ちょっとまた冷え込んできたんですけど、だいぶあったかい、快適に寝れました。うん、この時期でもやっぱり町の方、奈良県とかそういう、おおすごいな、でかい奈良県とかそういった大きい町は比較的にあったかいのかな、まだまだ。はい、それでは奈良公園付近に到着。あら、いや今ね春日大社の駐車場に向かうところなんですけど、満車って書いてあるね。マジで？バイクは別みたいな感じになんないかな。お、鹿がいるよ。まあ、今さら驚きはしないけど、おーめっちゃいる、鹿せんべい配ってるから。はい、それでは奈良公園にやってまいりました。こちらが奈良公園です。ここから東大寺に向かって行くんですけど、ここで鹿たちがくつろいでます。めっちゃ見てるよこの子。奈良公園になんで鹿がこんないるのかっていうのを皆さんご存知でしょうか。奈良公園の鹿はもともと春日大社にある神様が大きく関わってきてるみたいです。で春日大社のご祭神の神様は、かぐみかずちの御事という神様で、茨城県にある鹿島神宮に祀られている神様なんですね。でその神様が鹿島神宮からこちらの春日大社に来た際に鹿に乗ってきたそうなんですね。でその鹿に乗ってきた際に、まあ、鹿は神の使いとして、まあ、認識され始めて、まあ、この奈良公園にも春日大社、まあ、かぐみかずちの御事が祀られているので、まあ、鹿が放されてるっていうことらしいです。まあ、詳しい詳細はちょっと僕にもよくわかんないんですけど、で奈良公園の鹿は今去年の調べで1300ちょっとぐらいいるらしくて、1300ってすごいよね。確かにそこら中にいるもん本当に。ああすごい、さっきからずっと映ってるでしょ後ろに。くつろいでるからねこの辺で。まあ、こんな感じ で今の季節はこんな感じで紅葉も楽しみながら奈良公園を回ることができるので、非常に面白いかなって感じですかね。やっぱ観光名所、結婚式ちょっと見てこよう。ちょっとあんま近いと申し訳ないから、こんな感じで結婚式、ウェディングの写真かな。いいね。それでは
東大寺に到着しましたので、こちらですね。じゃあここから中に入っていきたいと思います。さあ中に入ってきたんですが、こちらのさっき見たやつがなんか観光バスの添乗員さんの話をちょっと盗み聞きしてたら、なんでも800年前に建てたらしいですね。それが今も残っているようです。いや、よしよし。昔修学旅行で来たけど、こんな感じだったっけ、もう全く覚えてないな。小学5年生か6年生ぐらいかな、それくらいぶりに来たんで、15、6年前。まさかね、そこを一人旅で来るとは思わなんだ。はい、じゃあ大仏のチケット600円入っていきたいと思います。はい、すいません、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。いや、修学旅行客とあと観光客、特に海外の中国人かな、韓国人かな、分かんないけど、めちゃくちゃ多い。これが大仏殿です。それではおいで、入り口止まらないようにね、中ほどまで入りすぎです。大仏殿の中に入ってきて、そういえば大仏の鼻の穴とか昔あった記憶があるんですけど、忘れちゃったな。すごいみんなデッサンしてるよ。あったあった、この鼻の穴のくぐり、子供たちがめっちゃ大人じゃもう無理だね、これは。もうゾロゾロとみんな出てくるよ、ここから。やったな、これ小学生の時やった、懐かしい。いや懐かしいね。なんか思い出を振り返るっていう意味では大仏殿超面白いとこだわ。昔修学旅行で来といてよかった。頑張って食べてるよ。続いては和歌山県に向かっていきたいと思います。こっから和歌山県はまあまあありますよ。なんて言ったって和歌山市内に行くわけではないので、まあ一応和歌山市内は通るんですけど、和歌山市内を観光するっていうことは僕は今回考えていないので、いきなりそのぶった切って白浜…何だったっけな、三段壁か、三段壁っていうところの周辺にいろいろこう見るとこがあるので、そこまで行くのにこっからなんと4時間23分、179キロ。いやー、とんでもない距離を今から走ることになります。はい、もう間もなくで白浜の左方向、白浜到着です。さあ、ようやく、あ、これいいのか、行って、はい、一時停止。なんか和歌山県はアドベンチャーワールドというのもあって、ワールドもあって、そこにはパンダもいるみたいですね。なんか看板に書いてありました。 P、求めれるね。よし、はい、到着。よいしょ。お、白いじゃん、本当にいいね。ちょっと見てこよう。でもね、なんかこれなんだろう、すげえ硫黄の匂いする。あ、温泉が出てんだ、そこで。そうそう、なんかね、白浜温泉って日本三大固有の一つで、一つが有馬温泉で、白浜温泉で、あと一個どっかだっけ、あれ、あ、道後温泉だ。この三大固有の一つにも白浜の湯はあるので、100年以上かな、ちょっと忘れちゃった、そこら辺。でもなんかそんな温泉地域です。
すごい、まあ、湧いてんだね、あそこから。多分あれ温泉だよね、確実に。はい、到着しました。よいしょ。これ見てください、この白い砂浜を。マジで白いんだ。もうね、砂もねだいぶサラサラなんだよ。いかん、ついちゃった。あかんかん。これが晴れだったらもっと最高だろうね。はい、続いては千畳敷というところですね。こんなところです。なんか畳が1000枚敷けるぐらいの、なんか4ヘクタールの広さみたいらしくて、ですごいね、下がこんな感じ。これとかさ、色が地層に分かれてるのがすごいよね。あー、下から見てもすごいわこれ。まあ、自然の海の力で浸食されて、まあ、こんな感じの模様になってるんですけど、だいたいこれが2,303万年前から258万年前までの時代の砂岩の肌みたいです。この、 あの壁を触ることによって258万年前の時代の砂を触っているということになりますね。こう、もう2000万年前以上になってくると、もう恐竜の時代だからね。はい、それでは三段壁というですね、到着しました。はい、こちらが三段壁でございます。でこの三段壁は上から見るのもいいんですけど、鍾乳洞みたいな洞窟があって、その洞窟になんかいろいろ中を見ることができるみたいです。まあ、僕はちょっともう夜でもうちょっと洞窟の案内やってないんで残念ですけど、まあ仕方ないね、それは。はい、それでは白浜町周辺エリアをアートにしていきたいと思います。自然を存分に感じるとこだったね。北の方はなんかもう結構スルーしてきちゃったけど、南の方は白浜だったりとか三条壁だったりとか、まあ、あと三重県の方に行くと熊野三山がございます。僕は楽しみなところではありますね。まあ、あんまり歴史は知らないので、まあ後でまた勉強してまたお届けできたらなと思います。ということで、すっかり暗くなってしまいましたね。海岸線沿いを走っていくからだいぶマシだとは思うんですけど、やっぱり夜の道は怖いし、なんかちょいちょい道悪いんだよな、揺れる、こうやってうーってで今から新宮に向かうんですけど、新宮がこっからなんと1時間48分の96キロ、結構あります。何気に今日300キロ超えだね。奈良県から一気に一刀両断ズバーンと切ったからね。お、空港じゃん。あ、ヘリがある。かっこいい。遊覧飛行かな。昔遊覧飛行できるとこがあって、今もできるんですけど、名古屋空港ですかね、今でいう名古屋駅まで小牧から行ってヘリでね。いや、ヘリコプターマジいいからね。なんか飛行機だとやっぱこの小窓、ちっちゃい小窓から見ないといけないし、逆にもうその川側、右側触ったら右側しか見ないし、左側触ったら左側しか見えないんだけど、ヘリコプターはマジでもう360度と言っても過言ではないぐらいの景色が、うわって。しかも低いんだよヘリコプターは。飛行機はもう上空何千メートルっていうところを飛ばないといけないっていう、まあ、法律で決まってんのかな。だけどヘリコプターってかなり低く、あ、右方向、あ、こっちか。ヘリコプターはかなり低く飛ぶことができるんで最高だったな。そのヘリコプターでプロポーズする方も非常に多いみたいです。いや、でも最高だよね。ロマンチックもいいとこ
もうこれくらいの暗さの夜景は最高だからね。特に名古屋も夜景まあまあ綺麗だからね。そんな中、僕と結婚してください、いいですよ。はい、ということで道の駅に到着しました。途中でね、雨が降ってきて、もう新宮まで行かずして途中の道の駅で寄ったらいい感じに寝れるとこがあったので、ここで寝たいと思います。で、現在いるところがこれだね、串本っていうところだね。串本の道の駅、なんて道の駅かちょっと分かんないんですけど、そういった道の駅があったので、ちょうどいいここにベンチがあるので、ここで寝たいと思います。明日はもうこのまま朝熊野三山回った後、その後伊勢神宮に向かっていきたいと思います。あと2日ですかね、予定通り行けば、大雨が降らない限りはあと2日です。あと2日で日本一周達成です。まあぶっちゃけも明日でとりあえずは47都道府県達成なんですけど、熱田神宮まで頑張って帰りたいと思います。はい、ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。また明日は熊野三山なんで、また面白い動画が撮れると思いますので楽しみにしててください。じゃあおやすみなさい。